一番問題なのは何か。これはリニア中央新幹線に使われている、まあ、世界でも有数の技術である超電導磁石ですね。もうすでにですね、日本この超電導技術でも世界をリードしておりまして、でこの超電導技術が何が大事かっていうと、実はこれ夢のエネルギー源と言われている、核融合ですね、超高温のですねプラズマを磁場に閉じ込めるという技術を使って実装されつつあるわけですけれども、この磁気閉じ込めに使われるのがこの超電導磁石なので、日本はリニア中央新幹線おそらくドル爆になるでしょう。だからこそですね、人材も確保され、各企業もですね超電導技術に対して投資をしてサプライチェーン形作りつつあるんですね。静岡県知事の川勝のおかげでもう全て台無しなんだよこれ。 IT ではもう完全に日本は敗戦している。もうロケットだって本当に崖っぷちですよ。日本ってやっぱり技術立国だと思うしイノベーション大国だと思うので、ここで超電導までこの静岡県の一知事のですねわがままでなくなってしまうってのはちょっとおかしな話なんで、そろそろね岸田首相もねガツンと言ってあげてください。国もガツンとやるべきです。